変な例えで歴史、松平かたもり、例え話ですけど、今の京都から電子機器や監視カメラが全てなくなって、犯罪者や暴力団が京都に集結したとします。そうした危ない組織の中でも特に、人気漫画のワンピースに出てくる四皇のようなとても危ない連中も、二グループが京都に入ります。もしあなたが京都府民なら最悪の展開です。さて、今から約150年前の京都の住民は実際にこれと似た状況下にいました。危ない二つのグループというのは、京都に入ってきた長州藩と薩摩藩の藩兵です。こんな状況で京都府警のトップのような地位に就任したのが、京都守護職の松平かたもりでした。大変な役目を担うことになった松平かたもりですが、彼は薩摩藩兵と組んで長州藩兵を京都から追い出し、孝明天皇からは厚い信頼を得ました。もしも令和で再び京都の治安が悪くなる日が来たら、松平かたもりのことを思い出してみてくださいね。